滅馬車ホロは、風雨や砂ぼこりなどを防ぐために車両などを覆うための防水布。トラック、オープンカー、鉄道車両、乳母車、馬車などに用いられ、これを取り付けた馬車は、滅馬車と呼ばれる。荷台がホロで覆われたトラック三菱不装、スーパーグレート荷台が、ロ構造トラックの荷台部分に仮装して、積み荷を風雨や直射日光から保護するために使用する。 荷台にホロボネと呼ばれる金属製の枠組みを取り付け、その上からホロをかぶせて組み立てる。素材は綿やポリエステル製の穂布が使われている。過湿の後面のみが開閉できるものが多いが、側面もカーテン状に開閉できるものや、アコーディオン式に折りたためるものなど、バリエーションがある。車体工法が未熟であった、黎明期以来、平らボディホロはトラックの標準であったが、 アルミ合金製の荷箱や、ウィングボディの普及により、現在では少数派となっている。ダット314型ロードスター乗用車では、ホロの構造から、キャビン上半が、すべてホロのソフトトップ、サッシ付き、またはフルドアを持ち、屋根のすべて、または大半がホロのキャンバストップ、リアドアより後ろのみがホロのランドウレットなどがあり、乗員が風雨や、 直射日光を避けるため、あるいは風や陽光を浴びるため、開閉、もしくは着脱を選択できる。開閉式のものでは、手動以外に、電動のものもある。ソフトトップの詳細は、オープンカーを参照。京成バスのボルボ b 10M 連接バスでは、鉄道車両と同様に、車体間を結ぶために使用されている。膜構造として分類される。簡易なものでは、 溶接を用いて構築した構成フレームにホロをかけた店舗や住宅等の日差し状のものがあり、大規模なものでは野球場の屋根を覆うものがある。列車の車両間に使用されており、以下の2つの種類がある。車両間の通路を構成する蛇腹状の多いは貫通ホロといい、人が車両から隣の車両へと移動する際、安全に移動できるように設置されている。 両側についている貫通ホロを両ホロ、片側のみにつけられているホロは、片ホロと言われる。取り外し可能なホロは、常時外して運用することがある。また、多層立て列車の場合は、併合時に、どちらにもホロがない、あるいは両方ともに、ホロがあって、列車間を貫通させられなくなる事態を避けるため、分割時に、どちらの車両にホロを残しておくか、車両や乗務員同様ホロにも、 運用が存在することもある。両ホロは両端に金属製の枠があり、これと車体側の枠とをつなげて連結などに使用する。多くの場合上部にはフックなどがあり、折りたたみ時にずれないようになっている。車体に固定する場合は回転式の缶抜きを使って止めるが、鉄道会社によってその取り付け場所が異なる。また、 編成の先頭に出る車両の貫通扉の周囲を一段凹ませて、ホロを収納を可能にし、ホロがついていてもスマートに見せる仕様も見られる。これらはホロがない場合もホロ枠に似せた金属無地の枠を出しているデザインが多い。清掃等の整備に手間がかかったり、重量があって作業性が悪いことなどは貫通ホロの難点と言える。この難点を解消するために、 自動貫通ホロ引きで装置を搭載した車両や、あらかじめホロアダプターが搭載された車両がある。外国の車両では、ゴム製の太い筒を貫通路の上部と左右に配置し、これを連結時にいくらか潰して密着させるタイプのホロが広く普及しているが、急カーブなどでホロ同士の間に隙間ができる危険がある。釣りホロ貫通ホロの一種で構造は、 貫通ホロの左右上にバネ装置を取り付け、ホロをそれに吊りかけているものを釣りホロという。構造上バネ装置が視界の妨げになったり、保守や連結作業に手間がかかる等の理由で、近年釣りホロを採用した心臓車は全くといって良いほどなく、現行車両も少なくなりつつあり、衰退している。車両間の外側に設置されるホロは、外ホロと呼ばれている。 列車編成として空気抵抗やそれによる騒音を少なくするための一環として設置される。車両間にプラットフォームから利用者が転落するのを防止するためのものは転落防止捕虜とも呼ばれる。このタイプの場合、転落防止が主目的のため車両間が密着している必要はない。今日のヨーロッパでは主として車体正面部にゴム製の丸い捕虜をつけている。 元々はアメリカ流儀のもので、かつては防水素材のホロをバネの力で圧着させていた。イギリスやアメリカではセンターバッファ付きの巨大なホロが使われ、韓国、中国などアジア諸国にも採用されている。日本の国鉄線では自動連結機交換前に類似のものが客車で使われていたが、自連化後にこちらも釣りホロへと交換された。 私鉄では神経阪鉄道の P-6 型に採用されたのが唯一の例であるが保守に手間がかかり前方が見えないなどの理由で1960年代に撤去された。ありがとうございます。